ペテル・バイスは、スロバキアの政治家、外交官、大学教員、中ハンガリー大使、中チェコ大使を歴任。1952年に、チェコスロバキア共和国のブラチスラバで誕生。ブラチスラバのコメンスキー大学哲学部に入り、1975年に、成人教育学を、1978年に、哲学領域を修了。 1975年から1989年まで、ブラチスラバのスロバキア共産党中央委員会、マルクス・レーニン主義研究所で勤務。1984年以降は、科学職として働き、もっぱら政治及び科学に関する問題を扱った。彼の発表研究として、社会科学の開発に関する問題が挙げられる。バイスは、マルクス・レーニン主義、科学的社会主義、 そしてそれらの主義を社会生活に適用するための理論の注力した。1989年11月のビロード革命の日、バイスは共産党の代表としてスロバキアテレビの番組研究対話に出演し、共産主義に反対するミラン・クニャシコ、フェドル・ガール、ヤーン・ブダイ、ブラジミール・オンドルシュラと討論した。バイスは議論の場に登場する数少ない共産党。 指導者であり、知名度は向上した。1989年11月以降、ペテル・バイスは、スロバキア共産党の党首に就任。バイスは、社会民主主義を施行したグループの主要人物の一人であり、党の改革を推進した。彼は1990年に、スロバキア共産党の党名を民主左翼党に、解消、1996年まで党首を務めた。 バイスは1990年に国民議会議員に当選、1992年からは国民議会の副議長を務めた。1994年3月、スロバキア運動のブラジミール・メチアル内閣が倒れ、スロバキア民主連合のヨゼフ・モラウチークを首相とする反メチアル連立政権が発足。バイスは民主左翼党がモラウチーク政権に加わる条件として、 早期に選挙を実施することを求めた。もらう地域政権はこれを受け入れ、人気満了を待たず、早期に選挙実施することを発表した。そして1994年の国民議会選挙、民主左翼党はスロバキア社会民主党ら、中道左派政党と政党連合、共通の選択を組んで議席を獲得、短期間ながら政権入りした。1998年、 民主左翼党は、ヨゼフ・ミガシュの指導のもと、国民議会選挙で単独23議席を獲得。ミクラー・シュズリンダを首相とする政権に、連立与党として入った。この期間、バイスは、国民議会の議員でもあった。2002年、バイスは、党内での意見の相違により、民主左翼党を離脱。ブリギダ・シュメグネロバーゼン財務大臣らとともに、 社会民主オルタナティブを結成した。しかしながら2002年の選挙では、足切り条項である最低得票ライン5%を突破できず、国民議会の議席を失った。そして2004年12月31日、方向、社会民主主義との合併により、社会民主オルタナティブは消滅した。政治活動への積極的な関与を退いた後、バイスは大学教員となり、 また様々なメディアに登場した。彼は2009年から2013年まで中ハンガリー大使を、2013年から2015年まで中チェコ大使を務めた。ペテルバイスには二度の結婚歴がある。最初の妻マルセラは2003年に自殺した。ありがとうございます。